三代港に春の訪れを告げる和太鼓フェスティバルが今年も三代港市文化ホールで開かれ、勇壮な太鼓の共演が繰り広げられました。オープニングは創設15周年を迎えた影虎太鼓が炎の影虎太鼓など3曲を演奏しました。影虎太鼓は子供からお年寄りまで3世代で太鼓を楽しむグループです。今年新しく入ったメンバーも熱心に練習を重ねて華やかな演奏を披露しました。三代港高原の趣味線太鼓は今年婦人部がメイン曲地雷屋に挑戦しました。ステージで披露された華麗なバチさばきとユニークな振り付けに会場は沸き返っていました。また昨年に続きマリンバ三代港が出演しました。三代港三太鼓葛城会には今年国際自然環境アウトドア専門学校の生徒も加わり、元気で躍動感あふれる太鼓の音色を響かせていました。初めてだったんですけどね、うん、素晴らしいね。あれ小さいお子さんまでね、しっかり弾いてなくてびっくりしました、うん、素晴らしかったです。あの会場で聞かせてもらうことめったにないんですけど、やっぱり素晴らしくて楽しいです、はいはい、後半には新井林保存会が登場しました。保存会が毎年出演する新井祭りは今年40周年を迎えます。歌と太鼓の共演に合わせ、参加したグループ全員で新井囃子を踊る場面も見られました。まあ、こういった保存会の皆さんが、頑張っていただいて、伝統を引き継いでいただいて、昔の記憶が蘇ったといいますか、という感じがしました。はい。ゲストは昭和53年に結成し、今年結成35周年を迎えた浦河原の小倉川太鼓です。幻想的なオープニングで始まり、和の心を意識した演奏やこの日のために用意した新曲を披露しました。フィナーレは出演団体全員100人による和太鼓の合同演奏も行われ、会場は盛り上がりを見せていました。